い、それではせっかくねイタリアンマーケットに来たので、ロッキーをね再現して走ってみたいと思います。マミー行きます。この辺はね、イタリアンマーケットと言われるところで、ちょっとしたね、商店街になっています。パン屋さんでしょうかね。フィラデルフィアで有名なチーズステーキの有名なお店なんですけれども、パッツキングオブステークスというお店にやってきています。こちらとですね、あの後ろに見えるお店分かりますか？ジェノスというステーキ屋さん、この2つがねすごく有名店なので、どちらが美味しいか1位2位かっていう、あのどちらが一番でっていう争いのある、有名店なんですけれども、今日はねそちらの方ね食べていきたいと思います。おーすごいですね、なんか有名人が来られたのか、上にね写真がたくさんあります。クリントン大統領もいますね。すごいですね。はい、こちらロッキーが買っていたチーズステーキなのでね、ここにねサインが書いてありますね。有名人のサインとか写真がねたくさん飾ってあります。はい、それではせっかくなので、ね、今からあの食べ比べをねしてみたいと思います。
こちらの左側のやつが、初めのお店でね買ったパンなんですけれども、見た目ねフランスパンみたいな感じに、中にねビーフとチーズが入っているような感じですよね。でも美味しそうです。それではいただきたいと思います。いただきます。はい、今ですねフィラデルフィアの郊外にありますマネーヤンクというね町にやってきました。こちらの町はねすごくなんかおしゃれなレストランが立ち並んでいて、坂が結構あってねアップンダウンになっていて、とってもね可愛い町並みなんですよ。だからちょっと後でね景色の方も皆さんにご紹介したいと思うんですけれども、なんとですね今ですね私の隣に、お友達がねいてくださってるんですけれども、実はですねツイッターの方でね今からフィラデルフィアの旅行に来ますっていう風にあげたら、ぜひねマミーさんに会いたいということで DM をねくださって、わざわざね私に会いに来てくださったんですよ。すごく嬉しかったです。でねこのお店のねレストランですね、ここは、ウィニーズというレストランですけれども、こちらをねご紹介してくださいました。とっても素敵なレストランです。でオーダーもねもうしちゃってお料理の方来たんですけれども、ロブスターのマックエンドチーズとあとリゾットを頼んだんですけど、なぜかねちょっと店員さんが新人さんでボロネーゼの方がね来ちゃったんですけれども、美味しそうですね。ちゃんとね鉄板の中に入っていて、こうロブスターがガーンと上に乗っていて、ボロネーゼもねすごくボリューミーなんでねすごく美味しそうです。それでは今からいただきたいと思います。はい、今ねお店の方がですねリゾットをねわざわざね持ってきてくださって、先ほどのねボロネーゼも食べていいよということなので、すごくいいサービスですよね。それではいただきます。はい、それでは今ね自分のお皿に盛ったので今からいただきたいと思います。まずはねリゾットの方からいただきたいと思いますけど、すごくねチーズがたくさん入っててねクリーミーで美味しそうです。はい、でねどのお料理もねすごく美味しかったです。はい、後ろをご覧ください。可愛い街並みがね見えますけれども、すごくね素敵な街ですね。これもね素敵な視聴者さんがねご紹介してくださって、こんな素敵なお店に行けたのもね本当にYouTube やっててよかったなって思う瞬間でした。本当に今日は素敵な日をありがとうございました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらの動画がいいなと思われた方、ぜひいいねのボタンとコメントお願いします。ダディチャンネルのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。